ゴフとは、皇居の吹上御苑の南端にある木造倉庫群の総称である。神がシ,シソン村に至るまで長く保存して、中有なる陸海軍の功績を普及に伝付ため、日清戦争後の1896年、明治天皇が最初に建てさせた施設である。以後、大日本帝国が参戦した戦争ごとに新たな施設が建てられ、 戦利品や記念品、また戦没者の名簿が収められた。第二次世界大戦後は廃止され、収蔵された戦利品は関係各国に返還された。建物の一部は破却、移築されたものの、以後も倉庫として利用されており、天皇の所有物や宮中儀式の用具が保管されている。倉庫群は吹上御苑内にあるため一般には公開されていないが、一部移築された。 建築物は役割を変えた上で一般に公開されている。戦争ごとに、ブリテンプ、懐園府、県安府、淳明府、秋田田府の5つの施設が建造された。ブリテンプ1896年、日清戦争が終わった後、明治天皇の発案により、中優な日本陸海庄市の勲行を保存するため、海戦後奉献された戦利品を収め、戦士所有者の肖像を集め、 その生命を止めて陳列し、これをブリり添付と命名した。中央に、東西82尺、南北24尺の本館が置かれ、その西に郎を隔てて、わずか2軒余りの御休み所が置かれた。本館正面まぐさ城には、小松宮昭人新郎が、天皇の命により書いた負の大学が掲げられた。本館内南側には、海軍戦利品を、 北側には陸軍戦利品をそれぞれ戦闘の順番によって陳列した。小休み所の床には広島大本営の図が掛けられ、柱の時計と花瓶は広島大本営滞在中、天皇の玉座の側近くに置かれたものであった。中でもその花瓶は一名、四兵のお花池といい、不評、騎兵、砲兵、砲兵の四つの兵家を象徴する武器の一辺つを、 組み合わせて構成したもので、天皇が自ら考案し、従軍少子の老苦を比喩あれんだ記念の品であった。なお、御休み所の北に参考室があり、ここに、アリス川の宮たる人新王、北白川宮吉久新王以下、人物陸海両軍将校の写真を掲げ、室内三段の棚には、千病死小卒一万626人の生命を、 六た十数巻の巻物が安置されていた。また、別に六角の大砲を収めた砲車があり、帝上には、新国兵が、異界への海軍交渉に建てた、反昌、敵艦庭園号の水雷防御鉄網、禁州城永安門の門批等が配置されていた。府の設計衣装はもちろん、盆百の列品の陳列に至るまで、ことごとく天皇の案に出て、 少子の写真を額面に挟むまで手図から行ったと伝えられる。他にも、有効亭という、日清戦争遺憾衛星の露覚品を持って構築された建造物がぶり添付参考室の西にあった。あずまや作りの極めてわみやびな建築で、その張り柱は、新国兵が高校に沈を消した防災を用い、周壁は敵の砲台にあった、訪問状の石垣で築かれ、 マグサ城に掲げられた額は、アリス川の宮武人新郎が、天皇の命により記号したもので、背面に、文字秘書官、又の宅による、占有公の天気がしたためられていた。諏訪の茶屋太古園府は、吹屋源御園内、下金邸の北にあった。1901年、義和団の乱が収束した後、施設内には、戦利品を収め、人物小卒の肖像と名簿を保管した。 1968年、建物は皇居東御苑に移設され、諏訪の茶屋として一般公開されている。県安府1910年、日露戦争の後、中優な日本少子の花さ列を伝えるため、明治天皇の発案により造営された。天皇は、官員の都,都と日と皇に命じて、大学を起業させた。中央本館は、東西十五尺、南北十六尺、 南に面して建てられ、海陸両軍の戦利品を収めた。前帝西側に極労を課して、これに連続する二階建ての右翼陳列書には、戦病小卒の写真、生命力、並びに、日本軍が使用した小型武器、被服刀が収められた。後に、当時出生した、神戸府氷連隊に授けられた軍旗、この他に、お休み所、模型置き場、 日本軍仕様の大型武器を陳列した施設、千里に属する大型武器を陸海領軍に分けて格納した2つの社屋などがあった。模型置き場は、1973年11月に、栃木県那須郡那須町に払い下げられて、道町内に移築、復元の上、1974年11月1日から、那須町民族資料館として、使用、公開されている。 本艦左翼側には、東飛邸があり、内部には、旅順黄金さんから、日露戦争の戦利品として持ち出された、航路井が、現在も安置される。中華人民共和国の一部の民間団体からは、同費の返還を求める行動が提起されているが、実現には至っていない。旧収蔵品の一部である、旅順港閉塞作戦にて使用された、日本海軍在籍の朝顔丸の選手像は、 1948年に五府から会議専門学院に譲渡され、さらに神戸大学に引き継がれ、同大学の海事博物館に保管、展示されている、純明府純明府は、1918年、日独戦争終了後、県安府の西に置かれた、日本兵がイギリス軍と力を合わせ、陣太王を包囲して、これを破った時の戦利品を保存するため、全室の 各府の政に倣って大正天皇のの発案により増援したものである大学は天皇の命により東伏見宮より人親皇が記号した。秋田田府は1936年に昭和天皇の発案により造営された日中戦争に関連する事物を収蔵、保管したブリテンプ直学の裏の明治天皇の言葉を刻んだ文言より懐演婦本館は 皇居東御苑の諏訪の茶屋に県安府模型置き場は栃木県那須郡那須町の民族資料館としてそれぞれ再利用されている。無事点とは名声、部名を天下に挙げることを意味する。那須町民族資料館那須町公式ホームページ、那須町ホームページ、朝顔丸選手像神戸大学会寺博物館、資料情報神戸大学会寺博物館ホームページ、ありがとうございます。